画の、次に続けて撮ってるので、撮ってるので、メイクとかは一緒です。はい。で、続けて撮ってるので、ですね、ピアスとリップだけ買いました。で、ピアスは、こちらの、3COINS で買ったんですけど、安くなって100円で買ったものです。はい。で、リップが、こちらの、アディクションのかなりパープル。かなりパープルの色味のアディクションのリップなんですけども、こちらがアディクションリップスティックピュアの008で、結構はっきり、結構はっきり、これはすごい、なんだろう、発色がすごいいいので、ちょっと控えめな、感じにしたいなと思ったので、こちらの、リップグロス、キャンドゥの ST リップ、キャンドゥの ST リップグロスの、普通のグロスで、ちょっと、なんていうのかな、ちょっと、馴染ませて、色味を、はい、抑えめな感じにして、ます。はい。では、今回も、あれなんです、ですね、購入品動画になります。はい。で、今回は、フリルで、また、ちょっと、可愛い振り物を、買ったので、はい。で、どれも2000円以下で、はい、買ったものなので、はい、そちらをご紹介したいと思います。はい。はい。では、まず、ですね、1点目からご紹介していきたいと思います。はい。まずは、こちらの、ニットです。はい。こちらね、こういう感じの、すごいね、ミックスカラーがすごい可愛くて、こういう感じです。はい。で、ちょっとゆったりめなデザインで、この後ろのね、後ろの丈が少し長めになってるね、流行りの、ちょっと後ろが、後ろがちょっと長めになってるタイプの流行りの感じで、で、デザインも、こういうね、ケーブルっぽい感じ、ケーブル柄も入っていて、すごい可愛いなと思って、はい。買いました。でこれは、H&M なんですが、何回か着用しましたとはあったんですが、もう本当に全然、なんだろう、ニットって結構ほつれたりとか毛玉ができちゃったりとかするじゃないですか。でも全然すごい状態がすごいかなり良くて、なんか H&M 自体安いのにこれはすごい安くて1200円で、はい、買いました。はい。で、次もニットですね。次も、ミックスカラーになります。こういう感じの、はい、ミックスカラーですね。こういう感じで。ちょっと袖がゆったりしていて、ちょっと七分っぽい感じかなって感じなんですが、まあ、はい、すごい可愛いデザインというか、すごいシンプルで何でも合わせやすい感じです。はい、こういう感じですね。これも1200円ぐらいでした。はい。で次はですね、こちら、これは、今のこれはちょっとブランドなんかね書いてあるんですけど、ちょっとわからないんですよね。はい。次はね、これ GU なんですけども、ハイネックになっていて、こういう感じのデザインです。はい。でこれも後ろが少し丈が長めになっていて、で、ハイネック、こういうハイネックってちょっと流行ってますよね、今。少し流行ってますよね。で、カーキー。色味がちょっと分かりづらいかもしれないんですが、カーキーになります。で、この商品は、なんか GU で、お店の GU ですごい人気商品で、完売したみたいなんですよね。完売したみたいなんですが、完売した商品なんですが、フリルで購入することができました。はい。で、これは、いくらだったかな？これはね、1500円とかでした。はい。でもね、やっぱり完売した商品とかもやっぱ買えたりするので、そういう面もフリルはいいなと思います。はい。で、次も、次はですね、ワンピースですね。ですね。はい、これ、ワンピースね。このトップスがこういう感じでキラキラしてるトップスで、ちょっとモコモコしてる素材になります。素材感わかるかな。素材感がこういう感じのモコモコしてる感じで、この
ワンピースなんですけども、切り替え、こうやって切り替えになっていて、切り替え部分が、ボーダー柄のタイトスカートになります。はい、こういう感じです。はい、でなんかはい、そんな感じですね。はい、こんな感じです。はい、で、ですね、次もニットなんですけども、これはね、すごい、これはワールドベーシックっていうブランドですね。はい、でこれもニットなんですが、これはかなり結構テロテロした感じの素材感のニットですね。はい、こういう感じの本当にシンプルな感じのニットになります。はい、こんな感じです。はい、で今ご紹介したこのワンピースとこのね、イエローのニットなんですが、出品者が一緒の方で、なんかまとめて買うと安くなるっていう、値段交渉してくれるっていう感じの方で、で、その出品者のショップでこれとこれがすごい気に入ったので、これが1500円ぐらいで、これも1300円だったんですよね。はい、でも、まあ、2点購入するっていうので、で、そう、コメントとかで値段交渉とかしてやり取りして、はい、やり取りをして、そしたら、1500円です。はい、この2点で、なんかその方も、もう、なんか、なんだろう、もう、なんていうのかな、もう売り切りたいみたいな、売り切りたいみたいな、もう処分したいみたいな感じだったので、すごい安くしてくれて、この2点で、1500円で、はい、買えました。はい、なので、まあそういうね、まあ人によるんですけど、そういう値段交渉とかで安くしてくれたりもするので、はい、そういう面もいいですね。はい、なんか割とメルカリとかよりもフリルとかの方が、なんか私は私はなんかこう安心して買い物ができる、できますね。はい、なんか出品者の方とちゃんとやり取りも、コメントでなんか聞きたいこととか、そういうやり取りとか、コメントとかで、例えば気になったこととか聞きたいこととか、コメントとかで、やり取りして、でちゃんとしっかりコメントも返してくれるし、まあ、そういう値下げとかもねしてくれたりとか、あと商品も、本当にかなり状態がいいんですよね。はい、かなり状態がいいので、新品未使用じゃなくて、そう、新品未使用ではないけど、でも本当に新品未使用ぐらいの、ぐらいのものが実際届くので、本当になんかメルカリよりかは私はフリルの方が結構安心して、なんか安心して買い物ができますね。はい、なんかそうだね、うん、はい、そんな感じです。なので私はメルカリよりかはフリルの方がおすすめかなと思います。はい、で次もちょっとイエローニットなんですが、はい、次はですね、イエローニットなんですが、ちょっとタイプの違うイエローニットで、こういう感じの、はい、こういうすごいモコモコ素材の、こういう感じのね、すごいモコモコ素材の、もうシャギー可愛いですよね、シャギーのニットって。はい、でかなりね、もう今モコモコ感もすごいんですよ、もう本当にね、モコモコ感が、はい、
伝わりますかね伝わるかな、モコモコかな。すごい本当にシャギーが、シャギーとモコモコがすごくて、これも新品未使用ではないんですけど、本当に綺麗、状態がかなり綺麗で、はい。で、まあなんだろう、なんだろうな、まあ結構、まあ、普通に秋冬でも使えるし、春とかでも使えるかなと思って、はい、かなりゆったりめな感じなんですが、はい、すごい可愛い、これはねかなり可愛いので、はい、これも、これは1500円ぐらいでした。はい、はい、そんな感じですね。はい、はい、で有馬のニットは1500円ぐらいでした。はい、でなんだろう、そうだな、そうそう、だからなんかメルカリよりかは、メルカリもいいけどフリルの方が私はなんかこう安心してお買い物ができるし、その届いた商品も結構綺麗な状態で、なんか、本当になんか普通の新品と一緒みたいななんか普通の新品とあんまり変わらない、変わらないじゃんっていうぐらい本当にすごい状態が綺麗なので、はい、綺麗なので、はい、なのでかなりフリルはいいですね。はい、で今ご紹介した商品ももう2000円以下で、はい、買えるの で、あと完売した商品とかも買えたりもするし、まあその値段なんていうのかな、値段交渉、例えば自分の希望の値段で、まあ、人によるけど、例えば自分の希望の値段を伝えて、あ、じゃあそれでいいですよって言って値下げしてくれたりとか、はい、まあ人によるんですけどね、出品者の方によるんですが、はい、そういうのもすごいいいなと思うので、はい、いいと、本当にフリルはいいと思います。はい、でそうですね、そんな感じですね。はい、では今回はフリルで購入した商品のご紹介でした。はい、でかなり購入品動画はちょっとまだ購入品がまだあるのでちょっと購入品動画が続いちゃうかもしれないんですが、メイク動画とかもアップしたいと思うので、はい、もしよかったら見てみてください。はい、で、この、動画の、この動画の評価やコメントとか、リクエストとか、あとは、このゆかはなチャンネルが少しでも、いいなって思ってくれたりとか、ちょっと気になるなって思っていただければ、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。はい、では、また次回の動画でお会いしましょう。ゆかはなでした。バイバーイ。